長赤堂は自創院から高野山へ通じる高野山の表参道である。工房大使が高野山を解散して以来の信仰の道とされてきた。国の史跡、高野山景堂として指定されている。ユネスコの世界遺産、紀伊産地の霊場と山景堂の高野山景堂の構成資産の一部として登録されている。高野山景堂長赤道紀の川南岸の 久戸山町にある自尊院から高野山へ登る高野山経道で工房大師が切り開き、その後も最もよく使われた主要道である。長石道の名の由来は、道標として一丁ごとに長石と呼ばれる高さ約3メートル強の五輪外葉型の石柱が建てられたことによる。高野山城の壇上伽藍、根本応答を起点として、 自尊院までの約2 2トルの道中に180基、王道から高野山奥の院、工房大師五秒まで約4キロメートルの道中に36基の合計216基の長石が置かれている。自尊院から数えて36兆ごとには、長石の近くに里石が合計4基置かれている。自尊院にある長石長石は、 工房大使が解散した平安時代の頃は木製の外場だったと言われており、風雨にさらされるなどして老朽化したため、鎌倉時代の文永2年頃に、返上工院の里市教商人が石像の町外場根流を発願し、20年の歳月をかけて公安8年に完成した。それら長石は見影で切り出された花崗岩に建て替えたもので、単なる道標ではなく、 壇上状仮覧からの距離のほか、密教の混合会十六尊及び大蔵会百八十尊の盆、盆字、寄信者の名前がて、立年月日及び目的などが掘り込まれ、長石自体が一体の仏を表しているとされ、かつては、高野巡礼の人々が、長石の一つ一つに手を合わせて礼拝しながら、登ったと言われている。現在でも百十六基の長石のうち七十九基については、 当時のものが混流当時のまま残り、今なお、石日の面影を伝えている。この一帯は、和歌山県高野山、長石堂玉川京県立自然公園の一部をなす。経済が明い四国の史跡に、高野山景堂を構成する、長石堂として指定されている。1997年3月6日に、指定名称、高野山長石道として史跡に指定されたが、 2015年10月7日に、三谷坂、京大坂道不動坂、黒川道、助人道が追加指定された。その際、指定名称が、高野山長石道から、高野山経道に変更され、高野山長石道は、長石道に名称変更され、長石道、三谷坂、京大坂道不動坂、黒川道、助人道が、 高野三経堂として史跡に指定されている。2004年7月に高野山長石道がユネスコの世界遺産、紀伊山地の霊場と三経堂の構成資産の一部として登録された。2016年10月24日に三谷坂、京大坂道不動坂、黒川道、女神道が追加指定された。その際、登録名称が高野山長石道から、 長石道に名称変更され、長石道三谷坂、京大坂道不動坂、黒川道助人道が、高野三景道の構成資産として登録されている。現在では、道も整備され、四国変路を江え高山へお礼参りをする際に、工房大師の足跡をたどり歩く参詣者も見かける。また、ハイキングコースとして、気軽に歩くこともできるが、途中、 携帯電話の電波が届かない場所もあるので注意が必要である。自尊院から歩けば、高野山上まで6から7時間かかるが、途中にある、ニューズ姫神社からでは4から5時間、八立からでは2から3時間で歩くことができる。長石道のうち、和歌山県桂木町内の12カ所にわたり、人為的に溝が掘削されているのが、2020年6月までに発見された。道長は、 県内に住む80歳代の男性が無断で掘り起こした可能性があるとして、この男性を文化財保護法違反容疑で同年6月18日に和歌山県警察に刑事告発した。ありがとうございます。